始まるざますよ。行くでガンス。ふんが。まともに始めなさいよ。I my sense、それブリってことかい。ちょ、ラッピングが制服、ラフリってことない。ぶ、頑張っちゃ、やっちゃっちゃ、そん時はじゃんリリースよ。あせ、あせ、お谷間にダリンダリフリー。なんかだぶ、なんか出る、愛してる、あれ一個が違ってる。ぶ、悩み棒、こう鉄棒、おいしん棒、いい加減にしなさい。飛んでった、あいつもモテるからだって言われる普通の女の子。ってことで最近いろんな本に手を出してるんだけど、珍しい。いくら教養を得るとはいえ出費がかさむんだよね。買わなくても図書館とかで借りればいいんじゃない？割と読みたいのあるわよ。いや、図書館だとさすがに漫画はないでしょう。読書ね、読書ね。集中できない。まあ息抜きも必要だよね。ポチッとな。ちょっとゲームで気晴らしっと。あ、クロエ先生だ。こら、遊んどらんと勉強せ、成績悪かったら怒るで。しまった、こんなとこまで包囲網が。そりゃないよ先生。横槍が入るとゲームも急に冷めてくるよ。とほほ。先生は学生の時テスト勉強とかどうしてたんですかと。できない時は遊ぶか寝た。やってることは変わらんわ。同じじゃん。あ、でも立場上厳しくいくで。なんとなくわかるけどなんか理不尽だ。目標を立てて確実にやっていこうと思うんだ今回は。お姉ちゃん、わからないところは教えて。それじゃ一緒にやるか。だからこの場合 X の値が、あ、何？そういえばドラマが始まってる時間だなって。確か今日は週刊誌の記事にされちゃって主人公の妊娠が広まっちゃうって話で。ほーん、じゃあ見る？テレビ。いい、ビデオ撮ってるから。ほい。苦手なとこが続くと眠くなってくるよ。ってことはずっと眠いと。やっぱり最初からあんまり飛ばさないで今日はこの辺にしとこうかな。はい、だんだん志が低くなってまいりました。やっぱり集中できない。よし。え、テスト勉強のコツですか？みゆきさんはどんな感じでしてるかと思って。そうですね、意識しすぎると気疲れしてしまうと思いますよ。私の場合はいつも通りよく心がけていますね。というわけで今日は自信があるわけよ。気持ちがおおらかっていうか。あんたのいつも通りってやばいんじゃないの？何もしてないだろう。え、あんなに可愛い顔してるのに。しかも鍵爪には毒持ってるんだよ。まあ、意外に恐ろしい一面があるんですね。うっす。あ、鏡、どうだった？今回はちょっとダメだったわ。一応上位はキープしてるけど。鏡もそういう時あるんだ。お姉ちゃん、私に付き合ってくれたから。そのおかげで私はいつもより良かったんだ。あんたはどうだったのよ？
それが不思議とダメだったんだよね。自信あったのに。不思議でもなんでもない、むしろ必然だけどな。いやー、しかしルイは友を呼ぶ的な感覚だったんだけどね。ん？例えば鏡とみゆきさんは学級委員とかやってるし、うん、私と鏡はゲーム好き同士だし。まあジャンルは違うけどね。あんたはギャルゲと RPG で、私はシューティングだから。つかさと私は頭悪い者同士だと思ってたけど、今回はかなり差がついた。まあ今回は悪くても気にならないけどね。少しは気にしろよ。みんな悪かったからって油断してると置いてかれるよ。うん。ん？というか今回はお父さんと何もかけてないし、だから別に悔しくない。あんた絶対まともな大人にならないぞ。みゆきを真似するならテスト期間だけじゃなくて普段からノート取りなさいよ。みゆきさん几帳面だもんね。典型的な A 型だよね。よく言われますけど、実は私 O 型なんですよ。え？ O 型？見えないわね。ええ、でもこの本によりますと、 O 型の特徴で私に当てはまるところは結構多いんですよ。例えばですね、大型は子供っぽくて単純なんていうところなど、すごく当たってるんです。大型は強引で所有欲がありがめつい。みゆきさんはそんな一面もありか。こなたは A 型だよね。うん、よく B 型に間違えられるんだけどね。 A 型は周囲相手に気を配る、人間関係の平穏を望む。これ当たってるか？思いやりがあってよく気がつくじゃない。自分の興味のあることだけな。穏やかで人を立てるし、宿題絡みの時だけな。うん。そういう鏡は何型？私 B 型だよ。マイペースで不作法で脱線ばかりして天の弱で考えが甘いお天気やか。それが何か。じゃあ司は AB 型？じゃってなんだ。なんで？いや、なんとなく性格的なイメージでいくと、司が A 型、鏡は B 型に見えるな。私たちは二人とも B 型よ。というか双子なんだから。あ、そっか、こりゃ失念。あんたほどマイペースじゃないけどな。占いといえば動物とかお寿司なんていうのもありましたよね。寿司？みゆきさんは？みゆきはイクラね。ここでも情熱だか。私イクラ大好きです。で、私と司は？ん？カッパ巻き。カッパ巻きか。まあ一応お寿司だよね。当たってるじゃんこれ。そういうあんたはどうなのよ。私？ガリ？ガリって。ガリをバカにするな。まあお寿司には欠かせない存在ですし、占いの内容は結構いいことが書いてありますよ。そうだね。カッパ巻きでもまあ一応お寿司だよね。あ、もしもしコナタ、今日の血液型の話念のために言っとくと、二卵性双生児は血液型違うこともあるから、あんたの発想は間違ってないわよ。あんたあのまま本気にしそうだし。そりゃご丁寧にどうも。リチギだね。鏡も A 型に見えてきた。そういえばこの前テレビで心理テストやってたよね。というかそういった性格診断って、当たってる部分とそうでない部分ってどこにでもあって、どこに誰が来てもそれなりに合ってるように感じるだけなんじゃ。鏡、そんな現実的なことばっか言ってたら人生絶対つまんないよ。もとこ、年相応にさ。お、つかさ、今回は頑張ったんだな。ん？鏡はいつもに比べて調子を落としてるな。それでも鏡の方が上か。お疲れ様二人とも。なんというか自分のベストを尽くして頑張った。おー、司頑張ったじゃん。でもやっぱり鏡の方が上なんだ。ほら祭り、もうちょっと空気をだな。おはようございます。あら、おはようございます。鏡ちゃんも司ちゃんもしっかりしていて羨ましいわ。いえいえ、んな、あの両方でその上成績も上位なんですってね。もう爪の赤でも煎じてうちの国の、なんかお姉ちゃんのおまけで褒められてるみたいで素直に喜べないよ。ラジスター。